南モンゴルとモチョグエンフバトは、中華人民共和国のモンゴル族出身の人権活動家。内モンゴル自治区、ジョーダ名バイリンミニバタに生まれる。内モンゴル大学でモンゴル語モンゴル文学を専攻する。卒業後、1998年の日本のキビ国際大学社会学部に留学。この時期に内モンゴル人民党に参加する。同年10月に渡米し、 ニューヨーク市立大学を卒業。現在ニューヨーク市在住。2002年に南モンゴル人権情報センターを設立。その代表として、獄中にいた南モンゴルの独立運動家である肌の家族を支援し、南モンゴルの人権状況に関する情報や、南モンゴルで弾圧を受けている人々に直接、国際電話等で取材していた情報を、インターネット等を通じて発信している。 なお、南モンゴル人権情報センターは、南モンゴルにおける民主生態の樹立を目標に掲げており、必ずしも分離独立を主張しているわけではない。2010年12月10日に釈放日を迎えた肌と、その家族が行方不明になると、アムネスティなどの人権団体やアメリカ合衆国のマスコミに積極的に働きかけ、肌の解放を求める運動に尽力する。 2011年1月8日、エンフバトの呼びかけにより、世界各国に散在する南モンゴルの独立運動家、民衆運動家、人権活動家が一斉に各国の中国大使館、領事館の前で南モンゴルの人権状況の改善を求める抗議活動を行った。また、同月19日にも、胡錦濤国家主席の訪米に合わせ、チベット、東トルキスタン、 台湾の活動からと連帯し、ホワイトハウスの前でラビアカーデルラと共に肌の解放等を訴える抗議活動を行った。ありがとうございます。